ついに闇に突き当たりましたね。はい、顔バレしました。だって最初はバレなかったんですよね。一般的に出会いスナック、デートスナックという感じの形態で、はい、はい、12時回ってますよ。さあ、こちらは辻。辻といえば沖縄の代表的なソープの街。予想の方は前最南端かどうか微妙だったのの再調査。そんなぬるい企画持ってくると思います、ね、言ってましたもんね最初に、もう正規ではないと。この辻に連れ出すスナックがあるらしい。マジですか。さっきの空振り三振で自信ないんですけど今回はちゃんと店の場所、店の名前まで特定しております。あ、そうなんですね、はい、それはだいぶ角度高くないですか。じゃあやってるかどうかがね、分かんないです。あ、そういうことですね。調べた情報ではやってます。でその前にね、はい、沖縄という街はむちゃくちゃでソープが24時間営業してるという噂があるので見たいっすね。まずは回ってみますか。しかもその連れ出しスナックは2件。マジですか。中華無料案内所からやってますもんね。もう10時超えてるのに。そうなんですよ。皆さんソープ探索する前に見つけてしまいました。ありましたね。あるね。ありましたね。どこ行くんや、あの2人。そう、あれだな。あの2人がさっきのスナックから出てきて、さすがにあのスナックにカップル2人でみたいな、なさそうですけどね。行ってみる。そうですね。遠くまで行き過ぎて終われへんかと、後から潜入しますか。はい、電気ついてないけどキャッチ立ってんな。そうですね。立ってる立ってる、めっちゃ立ってるやん。あんな以上もピカピカしてる。何言ってました。今10件はやってるそうです。あ、そうなん。ただ不衛法の関係があることは認識してるんで、直接行ってもそうしてもらえへんパターンもあるそうなんですよ。だから案内状を返していくのが確実に遊べるという。外に立ってる人は何？もちろんキャッチなんで遊ぶことももちろんできるんですけど、可愛くおるよっていうような話してくる人は大体嘘というか。これ案内状の立場から物言ってませんか？第三者から言われるんだったら分かるですけどじゃあ噂は本当だったところですね。そうですね。じゃあ本丸に乗り込みますか。はい、近くまで来ました。はい、ありますね。ありましたね。いよいよ外に女の子も店員さんも出て、取られへんね、これ。そうっすね。ズーム打法は。ズーム打法はするけど、今引いてるんですよ、僕。ないと思って実は来てるんですよ。そうっすよ。取れるか、これ。ちょっと取ってみるわ。撮りました。沖縄は小座といい撮影のテクニックがいるっす。いります。もう一件、最初にたまたま見つけちゃったとこ撮りに行きますか。行きましょう。一軒目の近くですね。ここは簡単に撮れるね。いや、やってん、まあ、さっき女の子と店員さん出たもんね。そうですね。ちなみにこれはね、はい、非公式の情報なんですよ。お公式の情報なんかないんで。12時前だと飲み代がかかるから高くつくらしい。そうなんですか。12時超えたら連れ出しオンリーだから2万だったか2万5000円だか。それでも高いですね。高いよ。行ってみますか。どう。顔バレしました。だって最初はバレなかったんですよね。出際にですね、 YouTuber の人ですよねって言われて、あるのはあるんですけど12時以降はうちはやってなくて、それまでだったらまず飲み代のセット料金で5000円払ってもらって、プラスアルファはもう女の子との交渉次第で、もうそこから先は店はタッチしてないという、そんな感じで言われました。バレてんのに言ってくれた。そこは僕も撮影でとかじゃなくてプライベートでムラッとしたっていう風に言って。嘘ついたんですか。また嘘つきました。南の島でも。もう一軒の方はもしかしたら1時までやってるかもしれないなというふうには言ってました。系列か何かではない。ではないです。あ、そうなの、はい、もう一軒行ってみるか。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、タイ弁当で眠たいです。しかしついに闇に突き当たりましたね。はい、あの後どうでした。まずはお店さんに入りましてですね、見渡すと昔の喫茶店で、そこで男性と女性が一人いらっしゃいまして、お遊びできますかと聞いたらですね、行けますと。あれ時間ギリギリだったんちゃうんすか。めっちゃギリギリです。僕の仕入れた情報と全然違くて、深田さんが行ってからすぐ多分店閉まってるでしょ。あれそうです、12時までです。おじいちゃんにあなた運がいいねと言われました。
すみません、長時間ロケで充電切れました。完璧です。出てきた方が美人の方やったんですよ。あそこは20代後半から一番上が60歳ぐらいまでいらっしゃるんですけど、今回の方は38歳の方だったんですけど、で美人な、美人でしたね。中谷美紀さんみたいな感じだったんですよ。でラッキーって言われたのはそういうことで、この子が残ってるからっていうことで、本来だったら12時以降はお遊びないらしいんですよ。システムは飲み屋として5000円を払って女の子とお話をするという。ただお店の方に言われたのは、中では料金の交渉は一切なしです。斡旋のことはすごい気にされてるので、あくまでも出会いを提供するだけであって、それ以上の営みに関しては斡旋することはできないから、店の中では気に入った女の子がいれば抜け出して、そこから値段の交渉してくださいという。交渉まとまらなかったらどうするんですか。お店さんの責任ではないという、女の子次第。じゃあ外出て行って帰ってくるパターンもある、はい、あります。女の子の中には最後までいたすことができない女の子もいるそうなんですよ。あ、そうな、はい、どこで交渉するの。外を散歩しながらとか、お食事をしながらとか、店を出たすぐそこで交渉したりっていう、本当にパターンは様々らしいんですよ。以前来た時に、あ、この女の子良かったなって来た時はもうすぐにその子を指名してそのまま連れ出すこともできるそうです。相場は3万です。高っ。で、あまりにも高かったんで何回も聞き直しました。交渉の余地ないんですかって言ったら、交渉の余地はあるんです。っていうか近くに送風があるのにそんな高い値段でよく共存できますね。どこのホテル使うの。最初はお兄さんのホテルどこですかって聞かれたんですよ。遠いところにあるんですとお答えしたら、じゃあ近くにラブホテルが、歩いて5分ぐらいです。僕見回りした時レンタルルームとかね、目立たない感じちょこちょこありましたね。で5分ぐらい歩いてホテル入りまして、そこからはお姉さんにこの周辺のお話を聞きました。お店さん自体はお姉さん曰く20年ぐらい、ただ他の情報によると50年近くあるみたいです、あの店で。昔はこの周辺に今回のようなお店が7軒ぐらいあったそうで、もう1軒あったじゃないですか、今回。この半年以内に新しくできたところらしいです。一般的に出会いスナック、デートスナックという感じの形態で、基本得れた情報はそんな感じです。あとは P の話になるんですけど、当然それ生ですよね。ゴムです。そやろ、めっちゃ高いんですよ。高いので常連さんでもお店に飲みに来るだけの方もいるそうです。70分間飲み放題みたいです。で入場させていただきまして、無難に素晴らしいです。正直話聞いてるだけでは、はい、なぜ存在してるのか分かんないですね。桑田さんは行ってみて存在してる理由分かったんですか。正直分かんないです。お金返してもらっていいですか。はい、はい、こちらは境町車庫前です。この町には老婆のピンサロがあるみたいなんで。ちょっと待って、突然の雨が桑田さんの涙に覚えてきましたけど、はい、一言だけ言うと、はい、桑田さん勇者っすわ。あ、すいません、無理やろ、常人では。